一番面白かったこのバスの経験はですね、長州さんのかませ犬発言から始まった維新軍だという団体です。義足の青春、おりゃ、おりゃチャンネルのやつです。おりゃ、いかがお過ごしでしょうか。前回ですね、プロレスラーの移動手段、お話しましたが、その中にですね、バスの話ですか、新日本プロレス、全日本プロレス、他団体のですね、そのバスをこうあちこち、乗った経験がありますが、まあ、その特徴をですね、団体による特徴をお話しさせていただきましたが、今回はですね、自分がですね、経験した中で最もですね、愉快で面白かったですね、思い出深い、バスの話ですか、それについてですね、お話したいと思います。おりゃ、いろいろとバスでこう移動するっていう一つのですね、まあ、バスというのはレスラーにとっては、まあ、空間ですよね。その空間が自分の、ポジションでですね、ずっとこうプライベートを保ちながらですね、バスに乗って移動すると、まあでもですね、その移動する中にですね、みんなそれぞれのですね、この一つのルーティーンですね、それがあるんですね。その中にですね、いろんな数々のエピソードがありましてですね、特にですね、自分が経験した中ではですね、一番面白かったこのバスの経験はですね、これはですね、維新軍団とですね、ジャパンプロスの頃ですね。その頃、まあ自分も若かったせいかもありませんが、これがですね、一番なんていうんですか、微笑ましくて面白かった思い出があります。維新軍団、その団体はですね、長州さんのかませ犬発言から始まった維新軍団という団体です。それからですね、支流のバスからですね、長州さんおよびその維新軍団のメンバーはですね、降りて行動、別行動にしたんですね。そしてその点線のところにいるときは維新軍団としてですね、行ったわけですね。おりゃ、維新軍団ができてですね、以前まで面白しい新日本プロレスのこのバスのですね、雰囲気からですね、一転してですね、別行動でその巡業地まで行きますんで、これなかなかですね、こうみんな面白空気がなくなってですね、楽しい、バスの旅ということになりました。当時の維新軍団としてですね、我々が別行動を取った頃はですね、3つのですね、グループで移動してました。一つはですね、本体ですね、大型バスによる本体の移動です。それは猪木さんが乗って、坂口さんが乗ってですね、諸々のメンバーが乗ってですね、それが本体ですね。それからですね、外人のバスですね。そして維新軍団のバスが3台でですね、あちこちですね、巡業先を回って歩きました。維新軍団はですね、その後ジャパンプロレスとしてですね、またこうバスで移動するわけですが、まあ最初にですね、その維新軍団の頃のお話をさせていただきます。当時の維新軍団のバスはですね、このマイクロバスなんですね。そのマイクロバスを改造してですね、8人ぐらいでこう乗れるようにしてですね、移動しましたわけですが、まあ、その中にですね、当時のメンバーは長州さんをはじめ、マサ斎藤さん、浜口さん、テレンシー勇さん、小林邦明さん、そしてなんとあのキラーカーンですね、小田正史さんがですね、一緒で自分がいたという、構成で移動してました。その別行動に動いた時にですね、本体が外人選手とメインイベントをやってる時はですね、我々ですね、もういち早く試合が終わるとですね、シャワーを浴びて、その体育館を後にしました。そんなことですね、本体にいたことが絶対に不可能なところだったんですが、その辺がですね、自由気ままにやってました。おりゃ、維新軍団がですね、バスに乗って連日移動してますが、その時ですね、大体こうできるですね、パターンがありましてですね、バスの中で何をしてるかっていうとですね、長州さん、あとはキラーカーンとかですね、
マサ斎藤さんとかはですね、後ろの方でトランプやってですね、トランプをやりながら盛り上がってます。で、私はですね、やつはですね、運転手と話してると。そしてまあ小林邦明さんとか寺西さんとかですね、濱口さんは雑談してるというパターンが多かったように思います。まあこんなですね、バスが試合会場の街ですか、到着してですね、大体それが1時ぐらいには着くんですが、それからですね、昼ご飯食べて一休みしてですね、4時か4時半ぐらいに試合会場を入りするんですね。練習して汗を流すというパターンで毎日が送られます。まあ余談ですがね、浜口さんとですね、寺西さんはですね、国際プロレスから新日本に入ったわけですが、無類のですね、練習好きで職人なんですね。まあその時にですね、浜口さんが練習をこう、この集中を高めるためにですね、やったのがですね、K だ、バカスだって言って、今にこうですね、繋がってくるんじゃないかと、自分は思います。人間は、どんなとこにきっかけがこうできるかわかりませんが、今から思えばですね、そんな懐かしい思い出もありました。その後、1984年の秋頃ですかね、エーゲンさん、クリスさん、そして中野くん、ホナガくん、あと新倉くんというメンバーがですね、新日本プロレスを退団してですね、ジャパンプロレスに入ってきて、正式にジャパンプロレスのメンバーになったわけです。その後、翌年ですね、ストロングマシーン、ヒロサイト、それで高野俊二というメンバーが入ってきて、ジャパンプロレスも相当こう大きくなってきたわけです。で、それと同じにですね、大型ルーキーとしてですね、入ったロサンゼルスオリンピック選手のですね、今議員やってる長谷博史君とかですね、あとはオープンでこう、一般募集で入ってきたですね、佐々木健介ですね。この辺が同期としてですね、ジャパンプロレスの新人として入ってきました。維新軍団もジャパンプロレスというこの設立とともにですね、メンバーも増えてきましたんで、マイクロバスでは収まりきれずですね、バスも多くしたわけです。バスにおいてですね、いろんなエピソードがありましたがですね、とにかくそういったこう暗い雰囲気が一切ないバスですね、楽しいバスの旅となりました。とりあえず新日本プロレスのこのバスと違いっていうのはですね、トイレをですね、行きたくてもですね、我慢できなくてこうずっとこらえてたような記憶が新日本プロレスにありましたが、まあジャパンプロレスになった時はですね、こういつでもトイレにでもちょっと下ろしてトイレ行きたいんだよってか言えてですね、すごくこう生理的に楽だったなっていう思いでもあります。それはですね、みんなこう思ってたと思うんですよね。バス移動でこう人形地にこう向かうときですね、相変わらずこの維新軍団と同じようにですね、後ろの方ではトランプよくやってましたね。その他ですね、それぞれみんな寝てたりですね、自分の空間で読書したりですね、相変わらず自分は運転手さんと話したりですね、してましたが、移動はですね、高速道路を使ってですね、その最寄りのですね、サービスエリアっていうのは大体こう決まってくるわけですね。だからその中ですね、食べるものも大体決まってくるんですね。サービスエリアにあるもの、名物とかいっぱいありますが、大体エーゲンさんはですね、うどんとおにぎり2個ですね、それ食べたりですね、あとはこう一般こう人気あるメニューの中ですね、カツカレーとかですね、うどんとかラーメンとかですね、そんな類のものをこう食べながらですね、いつもこう定番のメニューにこうなぜか偏ってしまうんですね。それはなぜかというとですね、そのサービスエリアにゆっくりこう止まってられないんですね。ですからメニュー見て考えてる暇がないので、大体そう手っ取り早くなっちゃうわけですね。まあ決まってる定番になってですね、ことを済ましてチャージしてですね、ご飯食べてですね、すぐバスに乗って出発ということになっちゃうわけです。野外の時はバスが控え室になってたわけですが、その試合までの時間待ちにですね、こうよく
ナイターをこう見てましたが、いつも口癖に言ってたのはプロレスもメジャーになればいいな、ギャラのこう公開があったらいいのになとか言ってたような記憶がありますね。そんなバス巡業の旅はですね、いろんな思い出ありますが、その思い出をですね、ちょっと一つ二つぐらいですね、お話したいと思います。特にですね、このエーゲンさんとですね、今はもう亡くなりましたが、エーゲンさんとですね、小沢真司さん、キラーカンのですね、このですね、語りがですね、本当に印象に残ってます。目的に着くまでですね、だいたいまあ数時間ありますが、その時はですね、こうみんなそれぞれの話したりですね、自分の時間を有効に使って炎上してるわけですが、たまたまですね、そのエピソードの中にですね、このキラーカンこと小沢さんとですね、小林邦明さんの語りがあったんですね。この2人が語った時にね、小林さんの話ではですね、小沢さん、キラーカンがですね、三平ちゃん、どうしてそんなに三平ちゃんはモテるのっていうふうに小沢さんが聞いたんですよね。その時ですね、小沢さんに対してですね、その小林邦明さん、まあ皆さん言ってる三平ちゃんって言うんですが、小林邦明さんがですね、言ったのは、小沢さん、そんな怖い顔じゃもう女の子にモテないよって言ったんですね。で、どうしたらいいのってまた小林さんにこう小沢さん聞いたらですね、それは簡単ですよ、そのひげをですね、こう剃ってしまえば小沢さんはモテるよって言ったんですよね。そしたらですね、そうなんだって言ってですね、そうなんだって言いながら、ひげ剃ればモテるんですかって言ったら、モテますよって言ってですね、本当にですね、小沢さんこうひげ剃ってですね、剃っちゃったのっていう感じですね、試合会場に来たわけなんですよね。そしたらですね、それ見た永遠さんがですね、びっくりしてですね、お前どうしたんだって、まあ永遠さんどもるんですが、まあそれお前どうしたんだって言ってですね、別にってこう小沢さんがとぼけてたんですが、それ見てですね、後からその小林邦明さんがですね、自分がこんなこと言ったら小沢さんは本当にひげ剃っちゃったんだっていうことをエーゲンさんにこう言ったわけです。そうしたらですね、エーゲンさんがさ、お前ほんとバカかお前って言ったのですね、本当に印象に残ってですね、あの時はですね、本当にこうキラーカンがですね、キラーカンじゃなくて小沢まさしになった一瞬でした。それからですね、当日試合始まる前にですね、どうしたらまたキラーカンにできるのっていうことになってですね、みんなでこう考えた時にですね、思いついたのがですね、マジックですね、ひげ描いちまえってことになってですね、マジックで本当にひげ描いてですね、まあ遠くから見れば分かんないだろうということで、小沢さんのこの顔をですね、キラーカーにまたした、さらにまたびっくりっていう思い出がありましたけど、本当に面白いエピソードを持ってます。俺キラーカーこと小沢まさしさんの思い出はですね、もう一個こう面白いのがありましてですね、これはですね、青森のですね、田舎にこう行ったんですね。そこはですね、ホテルというビジネスホテルなくてですね、旅館なんですね。まあ12時頃バスは着いてですね、それから中井さんが玄関にこう何人かおりましてですね、自分ら荷物持って部屋に入っていったんですが、その入る手前の玄関のとこですね、小沢さんもこう荷物持って入ってですね、中井さんがこうこう見た時にですね、小沢さんっていうのはこう体でかくてですね、この風貌顔つきですからね、すごくインパクトがあるんですね。で、中井さんもでびっくりしてですね、あんた名前なんて言うんだってこう聞いたんですね。そしたらですね、小沢さんも記憶してですね、キラカーンってこう横文字っぽく言ったんですね。そしたらですね、それをもう勘違いしたか暇しちゃったかですね、中井のおばちゃんなんて言ったからですね、シーラカンスだってよって言ったんですね。でもう一回ですね、違うキーラカーンってまた小沢さん言ったんですね。そしたらおばちゃんもですね、またですね、シーラカンスだったよね、みんな中井さんにですね、みんなシーラカンスいるよって言ったんですよね。そうしたらですね、自分らがこの荷物持っててですね、その荷物をこうポンと落としてですね、大笑いしたことがありました。まあいろんなこう旅の思い出はありますが、それも一つのいい思い出です。
どうでしたか。レスラーにとってバスはですね、ただ単に交通の移動手段ではなくてですね、いろんな思い出を持った場所なんです。あの頃にはですね、もう戻れませんが、青春の1ページでした。俺です。今日はここまでです。最後に俺チャンネルよろしく。おりゃ。